ありがとう、ハピネス、ハピネス、君の存在を消してやろうか、ハピネス。でもなんでミッキーで急に怖いイメージついちゃったんだろうね。どこから怖いイメージついちゃったペコなんだろう。不思議でならない。別にそんなあれだもんね、怖くないもんね。だって可愛いしな。あんたたちが勝手に言ってるだけか。ですよディズニーさん、ペコアラじゃないですからね。ペコアラはもうディズニー好きすぎて、もうディズニーランドし行きたいんだけど今は行けないし、だからあれだな。なのでこの人たちですよ、言ってるのはディズニーさん、ペコアラではないので。ペコアラはもうミッキー信者なんで。だってペコアラミッキーに会ったら普通にギュンしてもらいたいもん。写真も撮ってもらいたいペコなもん。ペコーっつって、はは、お見通しだよ、ハピネス。ハピネスって言葉怖くなるわこれから。アブコンフィデンス、はは、ハピネス、怖っ、恐ろしくなるわ。ノーコンフィデンス、だんだん、え、似てる、ほんとマジ、え、似てるかなペコーラーミッキー、そんなに、え、似てる、マジか。え、なんかちょっと嬉しいかも、これまで下手くそって言われるペコだから。ペコーラー似てる、なんか嬉しいな。あんまり似ないで、ペコーラーはペコーラーとかタラちゃんってことが多いから、なんか嬉しいな、それはそれで。マジか、ちょっとあれだな、ディズニーって本家の声聞いてこなきゃな。ペコーラー行きたいな、またこの時期が終わったら。いろんな時期がね、終わったらまたペコアラちょっと本家聞きに行くわ。で、ちょっとハピネスの発音だけちょっと聞きに行こう。ちょっと本家聞かないとわかんないからちゃんとね。聞きに行くわ、ちゃんと。会話してくる会話。ミッキーさんつって。ちょっとハピネス言ってもらっていいですかつったら。ハピネス。